負けたらもう誰も周りにいなくなるみたいな覚悟なかった。やり終わった。本当に徹すれば絶対勝ったと思うし、たらればになっちゃうんですけど、もう自分ではそう思ってて、まあ勝ったけどね、邪魔だったよ本当だよ、あの時はね。勝利への執着って言葉一つ尽きるんじゃないですか。あ、まあ、そこは足りなかったってことですよね。